ロコンが外れたけどまた富恵ベン違いだね。やロコンが外してきたところから感じる本気。それが僕は嬉しいですよ。さあ、セナル。ね。エルネニーなー急にチェルシー戦から復帰させられる気持ちいいよね。で、ねセドリックも外されてるね。うわあ来たしかもエンケティア。エンケティア、結果残したよ。何があったんだ 裏のワンタッチ。あ、クリステンセン、処理ミスしたんだ。いや、でもこれ一回走ってたのが出があったっすね。いや、ロクタッチ君、無駄にこねたな。いや、でもアわセようとしてはこれはでかいね。クリステンセン、こういうミス、珍しいですけどね。天気では前からのプレスはしっかりしますね。ルカクのことを右シャドウで。うわーディフレクション 打つことが大事みたいなね。いやー、これ止めるの難しいっすよ。見えてないし。それよりもエンケティアが危険なところに落とさないでほしいっていうのが大きいっすよね。いやー、決まったいやース、ミスロー来ましたね。いや、中の絞りがかなり甘かったんだよね。で、坂すごいな。全部ゴ手ゴ手になって、結果そのエアポケット的に開いたスミスローのところをやられましたね。うわ、いい入ってき方完璧だったな、スピークエーター。 ギュんン入ってきたね。<laughs> あ、せな、低い位置で奪った後ね、ポジタラの瞬間の失い率が高いっすね。ここね、坂よく戻ったんだけどね。まあまあ、マウントうまいよね。アスピリクエーターのここ見逃さないのもすごいしな。さあ、エンケティア、おお。なんかごちゃごちゃしてうまくいった。<laughs> いやー、タバレセ・エンケティアですよ。めちゃくちゃついてるな。今日はエンケティアラッキーボーイの日だな。持ってるってこのことだな。うわー、決めましたいや、この戦力でチェルシーに勝ったのマジすごいな。まず、アルテタがこの戦力でちゃんと勝ったのがすごいし、それを523541でコンパクトな守備ブロック作ってさ、 もうだってアーセナルのミスさ、人的エラーのところでしょ簡単にクリアしなかったりとか、無理に繋いだところのやつじゃんで。もう同じシステムだから、みんな見返したら分かるけど、チェルシーと違って、アーセナルはしっかりコンパクトに抑えて、同サイドにちゃんと圧縮して、それができないときにはあの、撤退して守るっていう、523、541の守備のお手本みたいなことやってたから。ワントップのエンケティアのところがさ、 あの守備緩くなってきたらそこちゃんと変えてマルティネイリンしてみたいなで逆にチェルシーの場合はあのルカクがコースの切り方おかしいしプレス行った時に後ろ連動してないしロフタッチチークも動いてないしみたいな。で攻撃に関しては横の揺さぶり弱い、えー、ライン間で受けられる選手が受けに来ないで5バックが後ろから捕まえに来るんだったらずえ作る配置だったりとか横を揺さぶって数的優位作るような攻撃もデザインしてないっていう。 で、ボール回せる選手最初クリステンセン変えて、衝罰交代見える感じ。まあ、遺跡とか色々あるだろうけどね。で、サール残しても、ね、左サイドの対人守備のところは不安じゃないのに、サール残してアロンソいなくして、結果左幅取る人いなくなって、だから、ちゃんとトゥエルが全部ミスってますね。なんか、トゥエルのメンタルの崩れが、 まあチェルシーの世界情勢的な、戦争的なやつあったけど、トゥエルの,あのルカクに対する対応、ルカクがインテル戻りたい的な言ったところから、ちょっと器の小さい対応したじゃん。その後の試合でもサール悪いのにさ、ルカク個人攻撃したりして。その辺からさ、なんかこう、この間のジョルジーニョの件とか、ルカク、せあの、トゥエルのメンタルの弱さが、なんか、理性を失い方がチーム全体に悪い影響を与えて、トゥエル自体もぶれ出してみたいになってるような感じしますね。 修正でききないいっってちょっときついよねモチベーター要素なくなったクロップみたいなね。あ、トゥエル離婚したんだ。よかったね。<laughs> じゃあね、みんな。おはようおとおやすみ。バイバイ。<laughs> いや、あるて度よかったし、トゥエル戻ってきて、あの頃に。